話す。君か。興味を持ちそうな話があるんだが、海岸の方まで足を伸ばしてみたら、地下道を見つけて、コールの女王と呼ぶべき魔物を見たんだ。とても恐ろしく美しい魔物だったよ。あれは召喚獣らしい。シバだな。クエストオプションを指定できるようになった。メインクエストに条件を追加して難易度を調整できる仕組みと。難易度次第では報酬が良くなる。サブクエスト、お、増えてる増えてる。レッドドラゴン5体、500ギル。でこの辺がアジン族を倒してこい系ね。イフリートを3体倒せ。受けるのが高いんだよな。とりあえずレッドドラゴンだけ受けといて、達成報告があるな。でサブは OK。 メインクエスト、氷の女王、1200ギルドエルメスの靴。召喚獣シバを目撃したんだ。でこれがオプションか。敵の強さを、ヒットポイントと攻撃力が倍になる。制限時間が減る。与えるダメージが半分になる。これとこれ同時にしたら4倍ってことじゃないか。 AP 消費量が 1.5 倍。アイテム禁止。まあ初回だからね、なしだな。あれこれセットオプションが邪魔で報酬がわからないっていう。まあデフォで、わ、こんな感じになるのか。サブクエ、3が出てる。レゾナンス300、目指してみるか。ちょっと高いな。クエスト参加条件を満たしてないため、どういうことだい？サブクエストの？違うな。メインクエスト。クエストキャンセル。条件、条件。どういうことだい？ん？どういうことだい？何がダメなんだ？お金が足りなくなったのか？もしかして。メインクエストは受けるときじゃなくて出発するときに金が取られるのか。だとしたら、とりあえず適当にいらないものってお金を。これ結構右の方空いてるから、所持数右下じゃなくてこの横に並べておいてほしいな。なるほど。お金は受けた時に持って行ってくれていいと思うんだけど。よし行こう。
あっちか。引いた方が見やすいな。月光斬り。あ、だいぶ強くなってるな。あんまりこれたまらんな。月光斬り。遠すぎるのもしんどい。月光斬り。よし、150までたまった。300ダメないとな。チョコボだ。ロープの切れ端。そこだ。メリメリ貯めるぜ。こっちじゃないな。芝を目指そう。間違えた。あれ、そうか、こっちで多分合ってるんだ。もうちょっと大回りしてこないといけないのか。多分直接はいけないんだ。ちょっと減っちゃったゲージ回復しとこうかな。ありなの？あれ、混乱して逆攻撃になってる。長いな。治った。月光斬り。OK。 フロータイボール。ちょっと多いな、こいつら。ほっとこうか。お前はやらせてもらう。ドレインフィーバー、特に使いたいのがあるわけじゃない。勝手行き。ふもれぎ。チョコボだ。かわされた。オーラカッター回収回収。さあ、この先だろうな。エイヤの森。あれ、ルート間違ってんのかな。
逃げんじゃねえよ。何がもらえる？リーブラ。ちょっと回復しとくか。回復。ボスに行く前に完全回復しておきたいと思うんだ。まあ普通のことだろ。おりゃ待て。結晶外角。200超えた。オーバートランス。なんかここは拾えるとこないのか。よし、ヒルフ事故。あ、全然違う。道間違えてんのかな。ブレイバー間違えてるっぽいよな。急いで帰ろう。あんまりないからな。ここか。ここだ。ああ、よかった、見つけれた。ゲージ溜め直し。2ヒットしたな。なんかキノコみたいなのがいる。ラミアか。あ、死んでない。なんか採取できる場所ないかな。ちょっとこっちの奥行ってみるか。2匹いる。大したものくれねえな。これか。
くすんだ水晶。よし、じゃあご対面といきましょう。巨大化。多分ここだろう。ん？戻ってきてんじゃねえかよ。まさかの入ってきた場所だったって。戦ってるうちに道間違えてたな。こっちだこっち。まだある。もういいや、ちょっと駆け抜けよう。ちょっとアイテム発見。追ってきてるけど、ちょっと AP を回復しておきたいから。到着。長いな。混乱状態。ほら、倒しきれてなかった。ゴブリン死んでる。こっち行く必要はない。この微妙な段差 が通れないっていう。今度こそついたろう。よし来た。あらお姉さん、寒いの？うお、かわせねえし。防御、吹雪。見てこのガードの性能の良さ。ガード間に合わなかった。ガード無限連携。ゴー。結構いい。防御しといてからの。通常攻撃でちょっとゲージも貯めつつ。ふぶ。防御。貯めろ。
この足払いで動きが早いんだよな。よし、ボウゲージダメ、防御。おーい、死んだ一瞬で。これどうなるんだ、復活する。5分、あ、完全回復か。時間的にあと2回ぐらい死ねるってことになるか。びっくりするぐらい食らった。おらかった、これやばすぎだろ。なんだそれ。これ足払いが強すぎる。もうほとんどダメージ与えてねえぞ。もう足払いの時点で逃げないと。凍結状態。やべ、全部ガードできるけど。魔法限界、無限連携、支援無効、魔法限界突破かな。バカじゃねえのこれ。2分で勝てるわけねえし。まだまだ慣れないな。今頃ブリザだって。吹雪ピョッ、あ、死んだな。これ単純にレベルも足りてないな。これは勝てんで。足払いじゃねえよ。まあこれは無理だ。イフリートに比べて難しすぎだろこれ。じゃあやっぱもっといい武器持ってかないと話にならないんだな。ファルシオンを作るには、ああ、あれを集めてこいってことか。せめてこれ作れたらな。防御の方は、チコルの実ってどこで飛んだよ。ちょっと一度
アイテム回収に行ってこないと。どうだろう、クエストとか受けずにそのまんま行けんのか。出発フリークエスト、ちょっとチコルの実を探しに行ってこよう。アモステバーム、あ、ここにあった、チコルの実。よし、ある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 、これこれ。じゃあ帰還するか。いいね、3000ギル、お金もいっぱいもらった。さーて、いろいろ稼いできたぞ。まずは武器だ、ファルシオン。ポイントを減るけど、まあ攻撃力上げないと話にならないから。そして防具、物理回避と魔法回避が減るけど、まあ守備力が一気に上がるし、装備しないわけにはいくまい。体、足、アクセは作れないな、今のままでいいだろう。出たてはなしと。装備、デモンズ装備一式暗黒騎士みたいになった。そしてオリジナルアビリティを習得しよう。回復付きのやつがいいな。クリティカル上昇、とりあえず回復付きのやつを習得。スカイブレイバーは水と闇、暗闇。レゾナンス蓄積、これにしとこうか。月光切り、連携オーラカッター、キャンセルできるようになる。月光斬りからブラッドウェポンにソニックブレードからオーラカッターに持っていきたいんだよ。これか、高いな。ブラッドウェポンとかもとりあえずレゾナンス蓄積入れとくと便利かな。で、アビリティ変更、 R の X をディフレクトにしよう。で、オーラカッターを X、 いや X は防御系にしとこう。
よし、この組み合わせで OK だ。リベンジ。さあ来たぜ。おりゃ。巨大化。最近でかくなった。こら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 。からの、なるほど。回復していくか。危ない。いけ。ガード連れ抜かれた。ガード。変えるとダメだな。やっぱ L 中の オーバートランス。防御。防御も無理な時は無理なんだね。来いよ。お、パターン入った、パターン入った。お、なんかパターン入ってる。パターン入ってる、パターン入ってる。ガード。間に合ってねえ。死んだ。これが強すぎるんだよ。これおかしいだろ、威力。
ドレインフィーバー。ブラッド。もっと離れる。防御できなかった。回復しとこう。ですよね。ハイポハイポ。ガード。回復して逃げるか。いったかわせた。突っ込んでこい。早く一旦逃げよう。エーテル使おう。おーい、このダメージやべえ。回復系回復系。これか。自牛はあれか、死ななくなるだけか。ガードはできてるけどもう死ぬ。これがおかしいだろこれ。今やっと半分か。時間的にあと1回ぐらいか、復活できるのは。来いよブリザガモ。ブラッドウェポン。ダイヤモンドラスト。プラガードするこの性能は素晴らしいが、ガードに行かねえ。あ、死んだ。もうほぼ即死なんだよな。もう正面から戦ったらダメってことでいいのかな。お、からの
きつい戦いだ。時間がない。ゲージがやばい。横に逃げろ。よし、あれさえ食らわなかったらどうにでもなる。スーパーアーマー何がスーパーアーマーだ。あと30秒。次で勝てるな。